どうもレールアレです、よろしくお願いします。僕ね、はいはい、あの漫画の約束のネバーランド、うん、あれめちゃくちゃ好きなんですよ。あ、面白いですよね。あの主人公のエメがね、グレーズフィールドっていう農園で平和に暮らしてるんですけど、ただそこがね、ただ平和な場所はなかったっていう、まあ複雑な話なんですけどね。奥が深いんですよね。そうなんですよね、そこの農園ね、ママがいるんですけど、はい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 、すごい優しくてね、いい人かと思ったら、めちゃくちゃ悪い人だったんですよ、ね。まあ怖かったですよね、あれは。僕ね、全く同じことをね体験したんでね、すごい感情移入できました。全く同じこと？全く同じです。どういうこと？何があったのそれ？いや、あの先週、銀座での話なんですけど。いや、そのままじゃないよ。すごいいいままだと思ってたんですよ、でもお会計見たら、悪いままだったんです。ぼったくられたの？ムカつきましたね。何の話なのそれは？あんまりにもムカついたんで、その店に火つけました。いや、例のやり方、もう全部燃えちまえと思って。やりすぎだろそれは、どう考えても。それで逃げたんですよ。逃げたの、はい、でね、非常階段、非常ドアからね、バーンって逃げようと思ってね、非常ドアバーンって開けたんですよ、はい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 、したら4階だったのに、非常階段なかったんです。めちゃくちゃ危ない場所じゃん、そこが。うおーと思いましたよ。いや、そりゃそうでしょ。唖然としました、僕。怖すぎますもん、はい。でもなんとか逃げなきゃいけないんで、隣のビルにロープを張って、でハンガーで逃げました。いや、それ子供たちがグレースフィールドから脱出する時のやり方でしょ。なんとか逃げれましたよ。逃げれたの、まあ、それで。だけどね、ママがね、俺たちに追っ手を差し向けてきたんですよ。追っ手を。あ、そう。だから俺たちはね、捕まりたくないんでね、うっそうとした風俗街に逃げ込んだんですよ。それ森みたいな言い方しないで。でもその風俗街にはね、恐ろしいキャッチがね、うようよしてるんですよ。恐ろしいかどうか分かりませんけど、このままじゃもうダメだと思った瞬間ね、僕気づいたんです。何？キャッチに触らなければいいんだ。いや、それアルバピネラのヘビみたいな感じで触らなければ大丈夫。こう普通に言ったら触れないんですよ、あいつらは。あいつら条例で。いや、まあそうなんですけども、それでなんとかね、その風俗街をね抜け出したんですよ。そう、逃げれたのね。そしたらね、そこにたどり着いたのは、あの銀座で有名なね、ナンパスポットですよ。どこなのそれは？はい、ナンパスポットがあるんですけど。あるのね、そんな。そこにたどり着いた時、僕言いましたよ。何？狩りの時間だ。ルーカスみたいに言うな、そんな。そこから狩りが始まったわけです。狩りって言わないで、ナンパのことを。で、ナンパがね、成功したんです。成功したんかい？成功しました。なんだその展開。というのもね、僕の友達に、ナンパがめちゃくちゃうまい、ナンパの鬼って言われてるやつがいるんだけど。鬼変な使い方しないでよ。そいつと一緒に行ったんでね、うまくいったんですよ。あ、そう。でね、まあ、最初はね4人で飲んでたんですけど、まあ最終的にはね、2-2で別れたんですよね。で、まああれしたわけなんですけど、はい、何言ってんのずっと。まあ、だから、まあ、人間の俺とね、鬼のあいつとで、まあ、世界を分けちゃったみたいな。いや、そんないい言い方しないで。違う世界でやっちゃったみたいな。やめて、そんな使い方すんのは。絶対全く同じでして。全く同じじゃないのよそれは。全く。でもその鬼と朝ね、会う約束してたんですよ。会う約束よくあるじゃないですか。2-2で別れた後落ち合って会うみたいな。いや、ないですよそんな。約束あるんですけど。知らないですけど。で、約束通りね、会えたんですよ。そう、はい。だからね、朝方ね2人でね、その後マットヘルツ行ったんですよ。何その展開。これがね、まあ俗に言う約束のネバネバーランド。いや、ひどすぎる。ひどすぎるって、その話は。そういう感じじゃないですか。いい話ですよね。 いい話じゃねえわ。感動しました。感動しませんよそんな話。何やってんのお前。何ですか。いや、本当に約束のネバーランド好きなの？めちゃくちゃ好きですよ。あ、そう、はい。じゃあ一番好きなキャラクター誰よ。ルーチェ君。いや、カリネオで一番最初にやられた鬼。もういいよ。どうもありがとうございました。